なんか久しぶりだよね。こうやって一緒に夏祭り行くのなんてさ。昔は毎年欠かさず行ってたのに、高校生になってからはあんまり行かなくなったよね。僕のこと嫌いになったのかと思ってた。嫌いになってない？そっか、ならよかった。それにしてもさ、ほんと人多いよね、ここの祭り会場。さすがは日本三大祭りの一つだよ。ん？何か欲しいものでもあった？遠慮することないって。欲しいものあるなら言って、買ってあげるからさ。リンゴ飴ね。ね。めちゃくちゃ定番じゃん。ん？別にいいよ。買いに行こう。あ、でも買ったら僕にも一口ちょうだいね。よかった。で、何がって、最近さ、あんまり笑顔見れてなかったから。だから今の笑顔見てちょっと安心した。忙しかったもんね、体育祭とかテストとか部活とかで。結構心配してたんだよ僕。だからこうやって夏祭りに誘ったんだけど、最初はさっきも聞いたみたいに僕のこと嫌ってるのかなって思ってたから、断られるかと思ってたんだ。だけど君から大丈夫っていう返事をもらった時、僕すごく嬉しかったんだよ。今日は本当に君と一緒に来れてよかったな。あのさ、こんな時に言うのも変なんだけどさ、これからは幼なじみじゃなくて、君にとって一番大切な存在になりたいんだ。だからさあ、こんな僕でよかったら、付き合ってくれないかな。